海外投資についてインデックスファンドをやりたいという方からの、ご質問ですね。国際優良株の、探し方を選び方を知りたいと。で、資産を増やすにはお金を増やすにはということで、インデックスファンドで増やしたいという方で、こういうご関心があるというのは素晴らしいと思うんですよね。やっぱり日本人ってギャンブル投資をする人ってギャンブル的に一攫千金を狙おうとする、まあ、暗号通貨とか FX とかもそうですよね、まあ、FX はチャートを学べばできるんですけれども、基本的にそういう考え方で、一方で全然投資しないと、貯金が好きっていう国民ですよね。なので投資するっていう意識は大事なんですけども、あとはどういうふうに、インデックスファンドを進めていくかってことですね。インデックス投資で、まあ、お金の専門家まで探すっていうのは大事ですね。 独立してるお金の専門家を探すってことですね。やはりどっかの金融機関に所属している人だと、どっかに忖度しているということになるので、独立したお金の専門家を探すというのがまず最初です。で、フィリピン移住されたい方からです。